はい、というわけでお疲れ様です。バナドです。いやー、ついに秋の花粉、ブタクサの花粉が来て、私も鼻をやられてしまっているんですけど、あと今年は結構目にも来てて、目もかゆいというね、秋はだいたい毎年こんな感じでございます。2話連続でポップマートのアンボクシングビログとなっております。よろしくお願いいたします。今回ポップマートさんのブラインドボックスでございます。なんと新キャラクターここに来てきました。こちらがね、ポーラーというキャラクターで、完全なる新キャラクターですね。ハローポーラーシーズン1ということで、かなりアート色の強い、キャラクターデザインとなっております。このラインナップ表もこんな感じで、かなりぶっ飛んだデザインになっております。公式サイトの方にね、全てラインナップが載っておりまして、結構毒々しさと、えぐみが強めなキャラとなっております。頭からキノコが生えてたりね、いろんなデザインのキャラクターがあるんですけど、まあなんかね、背景にこの物語を感じれるような、ちょっとね、ヒロノとかと近いような感じなのかなという気がしますね。まあ、ぶっ飛んでるというよりかはメッセージの強いデザインなのかなという感じがしますね。で、今回は2ピース購入してきて、狙いとしてはですね、こちらで、今回狙いのキャラあります。こちらのレディレッツゴーですね。こちらです。とこのね、ちょっとこう木の実のコスチュームをしてるような感じの、ウェイクアップというキャラクター。この2つが一応狙いとなっております。何やら、森の小屋に住むモンスターの女の子のキャラクターというね、設定があるみたいですね。はい、モンスターの化け物の子みたいな感じで、モンスターの女の子キャラクターポーラ、早速開けていきたいと思います。箱のサイズがね、結構大きめでございます。結構デカ箱な感じですね。よいしょ。さあ、じゃあまず1つ目いきたいと思います。あ、結構なんかでかいな。いきましょう。せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。おお、あ、来たー、来ました。来たー、レディーレッツゴー来ましたね。わ、まさかの一発で。やったー、久々の。ブラインドボックスはやっぱりちょっと引きが、ここのところずっといいんですよね。あ、カードもかなりアーティスティックです。こちらですね、レディーレッツゴーということで、可愛らしいイラスト、そしてこちらですね、ポーラーのシーズン1ということで、オフィシャルデザインカードでございます。いや、めちゃくちゃすごい。そしてこれね、公式サイトの、まあ、CG ですね、 CG グラフィックのキャラクターラインナップ見てて、どれぐらいこのクオリティがね、しっかりこの反映されてるのかなって不安だったんですが、これすごいですね。いや、クオリティはすごい。さすが、そこはポップマートと言ったところでしょうか。これすごいな。ちょっと久々にこのガチクオリティ褒め なんて言ったらいいんだろう。クオリティへの感動が久々に来ましたね。いや、これすごいな。で、台座が入ってましたので、組み立ててみます。わあ、めちゃめちゃいいですよ。台座に乗せるとこんな感じで。いや、これどこから語ろうかって感じなぐらい、すごいいろんなポイントがあるんですけど、まず後ろ見ていきましょうか。こちら、何やらキャラクターがバックパックに入ってますね。何とも言えないデザインのキャラクターが入ってます。ポーラーのお顔には角のようなものが入ってますね。まあ、一応モンスターの女の子なので、まあ、角が入ってると。で、非常にアイコニックな黄色のレインコートは、色がすごい可愛いですね。台座にもなんか埋まってるんですよね、キャラクターが。で、単に宝の地図みたいなやつを見てるんですけど、何の地図かはちょっと不明なところですね。おそらくなんか宝探しかなという感じがしています。ゴーグルのデザインもすごいですね。一応ここにクリアカラーのね、パーツ入ってますね。プラスチックのパーツがクリアカラーで入ってるような感じです。いや、いかがでしょう。うわ、すごい。やっぱね、顔のデザインがすごいね、インパクトが強いので、かなりね、好き好みはこう結構極端に分かれるかなっていう気はしますね。顔のデザインは非常に特徴的です。一応設定として、目立たないところにいる小さなモンスターを見つける能力を持ってるということなので、もしかしたらモンスターを探しに行く旅に出るのかもしれないですね、後ろのキャラクターと一緒に。いや、かわいい、これ。で、かなりね、結構おそらく中国のね、デザイナーさんのアイテムだと思うんですけど、やっぱね、日本の、ま、あの某大御所のアーティストさんからかなり影響をやっぱ受けてるなという感じもするキャラクターデザインですね。いや、この
このちょっとえぐみがすごいでしょこれ。いやーでも可愛いですね。すごいいいね。クオリティが高いけど世界観としてはかなりポップでカオスな感じが非常にいいですね。いいバランスでございます。さあとなるともう1ピースね、ちょっと他のデザインやっぱこれ2つ買ってよかったな。他見たいですよね。もう1ピースいきましょう。1個だとねちょっと判断できないのでついつい2つ買っちゃいましたけど、さあいきましょう。こちらですね。さあ2ピース目いきます。せーの、よいしょよいしょよいしょ。ちょっとマジかマジかか、やばいやばい。ちょっと久々の大興奮ね、狙いの西が来ました。いやこれマジサーチとかしてないっすよこれ。やばー、ちょっとまた今変な汗が出ましたね。やばいこれ来ました。うわめちゃめちゃ、あやっぱこれすごいベーシックな感じがしますね。めちゃめちゃいい、走ってる感じですかね。いや可愛い、これサムネでネタバレしたいぐらい可愛いですね。サムネイルにしたい、本当にアイコニックですね。いやいいなこれ。多分これ台座がつくはずなんですけど、ちょっと先にカードですね。こちらです。こちらアウェイクアップということで、可愛いイラストも可愛い。いやこれやばいですね。台座早くつけましょう。こちらですね、ちょっと本みたいな台座になっております。こちらね、止まって、めちゃめちゃ可愛いっすよこれ。うわーいいね、ちょっとやばい。さっきのもいい、ちょっと最初に開けたあのレッツゴーもいいんですが、実物を見たらさらにこれが大本命だとちょっと認識させていただきます。こちらですね、なんか木の実みたいな感じですよね。リンゴっぽい、かじった跡あるんですけど、リンゴっぽいけどなんかドット柄の感じでおしゃれな感じなんですよね。服とかもめっちゃいいですね。オーバーオール着た感じでいいね。尻尾生えてるっていうね、まあそこは化け物なので、で共通して、さっきのキャラと同じで、角がねおでこから一本生えてるような感じですね。キャラによってはなんかキノコが生えてたりするキャラもいて、結構こうね、本当に、様々なえぐみそして可愛さを持ったシリーズかなと思います。いやいいね、なんか手になんか持ってますね。なんかパペット、なんか人形みたいなものを持ってるデザインですかね。ちょっとピントが、いやいいよこれちょっとこれぜひよりでねちょっと見ていただきたいですね。いやどうでしょう、このリンゴかじった跡とかもやばいけど、まあ、全体的にこんな感じでいいですね。この台座にポーラーって文字が入ってるのとか、まあ、本当にもう突っ込み始めたらもう語りたいポイントがたくさんですね。顔がねこのミニスポってハマってる感じが非常に可愛いです。ちょっと小走りしてる感じですね。でなんかすごいやっぱねこれ並べるとまた世界観広がる感じがしていいですね。これ今回ちょっと、まあ、トゥインクルトゥインクルがね結局まだ追加で買う前にもうお店に1個ももう在庫がないっていう展開にやってしまっていて、これもねちょっと早くおかわりするんだったら早く買わなきゃなっていう気がしてますね。ありがとうございます。ズデデーンという感じでお顔かわいいっすね。さあというわけで今回はポップマートアンボクシングブログですね、ポーラーという新キャラクター、新デザインのキャラクターを開封させていただきましたね。この作家さんの本来のイラストとかもね気になるところではあるんですけど、ポップマートのねブラインドボックスのシリーズとして開封させていただきました。もうこれはちょっとね非常にアーティスティックで今後も気になるキャラクターですね。結構ねあのファーストシリーズ以降で結構その売り上げとかそういう人気とかでねかなりね左右される、あの結構厳しい世界ではあるみたいなので、まあ、これがねまた人気になって次シリーズが出てくれたらどん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 ねレギュラーとして定着していくのかなという感じがしますが、皆様いかがでしょう。かなり僕はめっちゃ好きなんですけど好み分かれそうですね。キャラクターで一番重要なポイントのこの顔のデザインっていうのが今回かなりね特徴的ではあるので、まあ、好き嫌いは分かれるかなというところですね。トゥインクルトゥインクルも
だいぶね、だいぶ個性的なお顔をしているので、そこでねどれぐらいこう各国で、注目を浴びるのか気になるところですね。まあヒロノがあれだけ人気が出たので、ちょっとねダーキーなちょっと毒もありつつレトロで可愛くて、ちょっとファンタジー要素はこっちの方が強いんですけど、まあうまくいけばすごい人気が出そうなキャラではある気がしますね。ちょっと今後本当に楽しみなシリーズです。まあ、とりあえず今回はね、この神引きっていう感じで、久々にもうちょっとね、ガチャガチャカプセルトイのね、引きがひどすぎるんで、まあ、そこで貯めた運をですね、ブラインドボックスの開封で今回は放つことができたかなと思います。いや、これは本当にちょっとしばらくデスクに飾りたいぐらい本当に素晴らしい。あの手に持ったこのボリューム感すごいんですよね。頭でっかちですけど、ボリュームもすごいし、まあ、本当最初に引いたね、このレッツゴーもそうですけど、いや本当に素晴らしいです。かなりいいです。さあ、というわけでいかがでしたでしょうか。今回ポップマートアンボクシングビログですね、開封させていただきました。ちょっと一部声がうるさかったかもしれませんが、ご了承ください。で、10月ね、本当に今もう結構仕事今迫ってて、10月の Vlog がなぜか全部早口聞こえるかもしれませんが、なるべくね皆さんにこうコンテンツをお届けしたいので、急ぎ足で撮影させていただいておりますが、お聞き苦しかったら申し訳ございません。いや本当に素晴らしい。これはトゥインクルトゥインクルよりもかなり好きかもしれない。結構ガチめに好きな感じのデザインなんで、皆さんもぜひ、まあ、1ピースでもいいんでぜひ試してみてください。結構ねインパクト強めなお顔をしてるんですが、本当にボリューム、クオリティ、本当に申し分ないので、ぜひ開封してみてはいかがでしょう。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。